もうこのお店も私気になってたお店の一つだ。カウンターに誰もいないな。雰囲気もえ、そう怪かな。しい。私こういう雰囲気のお店好きなんだけどな。お邪魔します。いらっしゃい。今のピッかわいいな、パイモン。今どこからか声がしなしかったたか。ね。カウンターの方からだった。うん。先に行ってみてくれないか。パイモン怖いのか。飛べるんだからパイモンそーっと見てよ。ねえ。もうアイコン出てるし。お。めっちゃ可愛い。この子ガチャ画面にいたな。ええー。キョンシーだよね。これ見よがしにね、ついてるものね。おでこに札があうるん、と可こ。愛い。めちゃめちゃ可福愛い。袋へようこそ。ナナちゃん。ナナはナナちゃん。一度死んええー、だ。もう、このサイズ感は仙人に助どういけられう。た。だからキョン自己シー。紹介できて偉い。モンドだとこんなのありえないよな。それで、お嬢さん、ここに衛星光はあるちょっか？と待って先生、こんな小さい女の子にもお嬢さんってつける、紳士ポイントが高すぎる。先生、1ポイント追加。衛星光なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。そうだね。処方箋があれば薬用意できる。その理屈もこわかれる。はナナが自分にえ、下かわしたいい。自勅分令。で。おそらく彼女の言う勅令に関係があるのだろう。はい。キョンシーを動かすには勅令が必要だ。はい。しかし、大丈夫ですよ、勝利なぜさん。かこのお嬢さんは私、子自供の分で頃か自らシャー分にマン勅キ令ングを履下修ししているみんたいだで、な。処方箋はないが、その辺心得衛おり星ま光すをよ。用意してほしい。いいよ。あ、いいの？俺、急に協力的になったな。でも、ナナを手伝ってほしい。ああ、なるほそど。の方が公平。うん。店員が客交を換手伝条うのは件。不公平なことだったのか？ まあ、イレギュラーをね、構認わめん。てもらうためこういにうね。対等な関係も悪くない。うん。利益において取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。うん、なるほどじゃね。あ、天鉱山に行っ天て、鉱山。奇襲器を使奇襲っ記。てココナッツ羊を飼ってほココナッしい。ツ羊。え、なんか急に可愛いの来たな。え、何？周期、え？彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。知っているのか、勝周利。期は昔仙人が天鉱山の上に建てた土方で、機関土術の産方。物の一つだ。場所は天ええ。鉱古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため、外からの脅威を防げるんだ。勝え、利は本当私に見たこ利益とのあっこたとかに詳な。しいな。そうだそうね。でもない。え、例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。そうなんでコすコナッか。ツ羊は伝説の反戦の獣。反戦の獣。え、私見たことあったかな。忘れてるだけ。ココナッツ羊は知伝らないよ説ね。の反戦の獣。見え、た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。お家を聞いてもわからない。まあにゃいい。んにゃんにゃにまゃずんみたはいな。周期の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。了解。ココナッツ羊。うん。どんな生き物なんなかんゆだるキャラみろたいなフォルムしか私には思いつかないんだけど、でもなんかなんとなくパイモンに似てそう。う。ココナッツ羊、探して。はい。じゃあかわいいナナちゃんのために一肌脱ぎますか。はい、どうも。前回中途半端なところで終わってしまってから、ちょっと収録日が違うんですけど、続きからやっていきましょう。勝利先生のね、お使い任務の途中で、必要なものを得るために、ちょっとその、奈々ちゃんとの交換条件で、奇襲記っていうところを目指して進まなければなりません。
そこでなんかココナッツ羊なるものをね、刈り取ってナナちゃんに捧げなければならないというミッションが掲げられております、私には。というわけで今からその現場に向かいたいと思います。いやー、どうなるんだろう、ココナッツ羊どんななんだろう。おこれが奇襲機ですよね、調べる。うん、いやでかいな。こんなに大きいのか。うん、さすが仙人が残したものだな。でもなんかちょっとよれてるよね。でもどうやって使うんだ。うん、動かすのにどんだけ力がいるんだ。いや多分からくりだと思うから人力じゃないぞ。今は動かせない。うん、壊れているからな。やはり、うん、これ壊れてるのか。うん、千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。まあ、なんか木製だしな。じゃあどうすりゃいいんだ。勝利、早くいつもの勝利最強の豆知識でお願いします。うん、俺を何だと。芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。先生、この短い間にキャラ変わりました。奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。なるほど。俺の知識が正しければすごい、古城園の中にゲーム側がここだぞって教えてくれてるここにあるんですね。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば、あ、修理も難しくないだろう。ね、じゃあ知識側は先生がってことですね。勝利はその原理を知ってるんだよな。うん、少しはな。おお、さすが。材料が十分に集まったら試してみよう。やはり勝利先生は仙人。いや、まあ謎が謎を呼びますね。とりあえず私はまあ納金なのでこっちの仕事を担当ってことかな。やっぱりもうここだぞ、明らかにゲーム側が教えてくれてるんだ。ここだっていうか、どうやって入るんだ。のれん、そっちに行くんだ。どうしよう。なんかギミックあるのかな。お、開いてんじゃん。というわけでここが開いてたんかい。わー、ザクザクだ。あ、間違えたボタンザクザクだ、いっぱいあるね。ウキウキだ。これ目的のものは手に入ったのかな。あ、これか。ちょっと待ってね。はい、これを取るね。なんかアイテムには見えないけど一応アイテムなんだよね。おお、開いた。ちょっとなんか今の見ると、なんか行幸さんがなんか重いみたいじゃん。やめてよ。行幸さんはハイパースリムボディだぞ。ほい。これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。あ、そうなんだ、よかった。修理してみるから少し待ってて。一人で大丈夫ですか。男の人呼んできます。うちガイアさんしかいないけど。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。綺麗になってますね、さすが。さすがだな。簡単だ。こうして、これをこうしてこうじゃ。ほら、あのよく観光地に置いてあるお金入れて見られるようになるタイプの双眼鏡。ここに。かわいいなパイモン。あ、いやー、汚い景色だな。景観を損ねているな。この大弓を直したのか。何勝手な真似してなんだよ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。そうだそうだ、それが礼儀というものだ。そうだそうだ。見てわかる。いや、見てもわかるけど一応名乗らせてあげてるんでしょ。先生の慈悲だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきた。この機械の大弓が厄介でな。あれ、お宝ってさっき私がザクザク取ったやつかな。兄弟がこいつに串刺しされそうになってしまった。ざまあないな。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに。もうお疲れ様。みんな直しやがって。うん、残念だったね。痛い目に遭わせてやれ。私欲のために仙人の知恵を汚すとは、お前たちには教訓が必要なようだ。かっこいい。いや、まあその教訓は私が教える羽目になるんですけどね。
なんか思ったよりなんかいっぱいいたな。いや、思ったより長かった。ツーウェーブあったよ。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中し。七条。先生、1ポイント追加。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ？あ、そうだ。先ほど奇襲機を使って探してみたが、うん、私がツーウェーブ戦ってる間に。注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。ねえ、どうしよう。手ぶらで帰るの嫌だな。修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。どうしよう。代わりの何かを。ひとまず不墓黒に戻り、うん、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ。ああ、そうだね。相手の手柄を伺おう。素直に謝ろう。そうだな。オイラたちだって力を尽くしたもんな。うん、なんかもうちょっとなんかね、場所の特定とかできればいいんだけどね。ナナちゃんすみません、見つかりませんでした。なんか代わりのもの用意するんで、それで許してもらえませんかね。すまないが契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないか。そうなんですよ。がっかり。大丈夫だけど。めっちゃ心痛いんだけど。こんなしょんぼりする中を見てたら、そうそうだ。他に手がかりありませんかね。うん、結構探しますよ。ココナッツ羊のミルクは美味しい。うん、普通の羊のミルクより美味しい。そうなんだ。臭みとかないのか。反戦の獣。うん。ごめん。ナナは記憶力が良くない。そうなの？だからあのミルクの名前を書いた。うん。探してみる。見る。かわいい。なんだこのかわいさ。そうだ。これだ。あ。美味しいミルク。あ、なんとなくそうなのかなって思ってたけど、本当に？え？勝利さんまでえって。いや、やれやれ。すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず、軽率な契約を結んでいた。私もね、なんとなくそうなのかなって思ったけど、なんか違うのかなとかね、言わなかったから。無常って言葉があるだろう。誰もこんな、そうだよ、誰も悪くない。これは事故だったんだ。いや、ナナちゃんはね、悪くないよ。うん、全然悪いことなんて何もない。ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。なんだよパイモン、私にばっかりこういうの押し付けて。ココナッツミルクはね、ココナッツから取るんだよ。羊からは取れないんだ。すまない。ナナが何やら考え出したぞ。うん、ごめんね、ナナちゃん。うい。有意義な人生の授業でしたね。もう声が怪しい人だ。誰？どちらさん？お前は？うん。失礼しました。あ、これ私はこのあれ、これ見たことない神の目じゃ。薬術です。ここに来て、新幻想。ねえ、風じゃないもんな、あれ。天衆？かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに。それを上回る単純な奴がいるとは。喋ったー。蛇が。いや、ファイモン、まだこれ天使の腹話術の可能性残ってるぞ。るはなかった。この天使がすごい達者な人かもしれない。びっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。すごいキャラ立ってんな。こちらは。ほら、やっぱりこれ腹話術の可能性あるぞ。ご安心を。さて。ナナのおふざけに付き合ってくれたことは。おふざけだったの？いや、おふざけではなかったと思うぞ。何のご用ですか？あの買い物を。こちらに衛星光は置いてるか。はい。ああ、衛星光ですか。もうよかった。もちろん置いてあった。よかった。少なくとも。やっぱりもうナナちゃんと出会えたから無駄足ではないぞ。え？
上質なものをご用意します。高他のと比較にならねえ。お、パイモン、心の声が出ているよ。私は加担しないからな。一人でやってくれよ。300万、特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。普通に無理があるよ。衛星工が何か知らないけどさ。うん、確かに。力強い皇帝。あー、助けてタルタリア。20分後。おい、何笑っとんねん。何がおかしいねん。ココナッツ羊。面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。こいつ殴る。人の不幸を喜ぶな。くそ。あー、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してやっぱりそういうことになるのか。薬術さんかな。うん、俺はファデュイの執行官、講師だ、うん、今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど。うわ、そういう風に出たか。不袋に必要であればファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。いいや、ファデュイに頼らなくても手に入るね。そういうのが得意だと聞いたが、この不袋がただのココナッツミルクで買収できる。そうだそうだ。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。これは屈してしまう。わかりましたわかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万もらいにしましょう。お、お得だな。通販の手口じゃん。299万、特に気にしたことないな。あのさ、勝利さん、普通に考えていちいち決め顔で変なこと言わないでくれ。確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。もうマイペースなんだから。講師殿、天守殿、七条。お、七条。ではまた。ではまた。お会いしましょう、七条。面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。くそ、いいのかタルタリア。私はいつでも君のことをハムコって呼ぶことができるんだぞ。わ、はい、講師様。え、彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。そういう行幸。それと七星ね、奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外に何があるというの。うわあ、それ知らなかったの、この人たち。でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありという。かわいい、ナナちゃん。同時に目あり。なんか力が抜けてしまった。白先生。不思議な出会いでしたね。うん。今後とも声が怪しい。よろしくお願いします。白先生ね。見つけたという笑い声に聞こえるわ。あ、口隠してる。あんたたちも気をつけなさい。やっぱ腹話術じゃん。やっぱ腹話術じゃん。で、ナナちゃん。よかった。ココナッツミルクが飲める。よかったね。いつでも買ってきてあげられるけど、私。いいな、ナナちゃん。先生くれません、ナナちゃん。先生二人おるからちょっと紛らわしいな。おい。さて、これで労働者は雇えたし、はい、衛星工の準備も終わった。儀式の用意が全て整うまでそう遠くないぞ。まだ終わってないのか。でも一区切りか。どうだ旅人、うん、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか。結構楽しかったですよ。変わった。なんかリーユへの観光代わりにもなったし、私結構好きだったな。どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ、うん、旅人が見聞きしてきたことは旅人自身がゆっくりと味わいます。そうだ、共に操船儀式を準備してくれた礼に。え、
お前に地層をおごってやろう。え、本当に、え、あの勝利先生が、え、ああ安心しろ、今回はちゃんとモラを持っていく。え、今夜本当にお前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。いや天変地異怒るよこれは。港の老舗、どうしたの原神。そうだ、埠頭付近の三倍酔いで待っているぞ。ええ、ホタルちゃんお酒飲めんのかな。何が、あ、え、左左、みんな左を見て、え、デートって書いてある。え、あれこれさ、主人公男でもデートって書いてあるのかな。私がホタルちゃん選んだからデートって書いてあるわけじゃないよね。え、デートだ。へえ、これ本当にデート始まるのかな。いつもの黒背景白文字で終わってしまったらもう私は結構落ち込むぞ。原神これから乙女ゲーになっちゃうのかな。お、いる、わ、待ってくれてる。ちょっと楽しいな、なんかこういうの他のキャラでもこういうのやってほしいな。めっちゃ見てる、めっちゃ座れって目で言ってる。よいしょ。ああ来たか。うん、注文は俺がしておいた。 ありがとうございます。この三倍酔いはモンドの酒場とは違うぞ、うん、ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。ホタルちゃんお酒飲んでいいのかな。だからお前には酒造団子を注文しておいた。なるほどね。気遣い。皆様よろしければ行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。何が始まるの。え、ちょっと待って、心の準備できてないんだけど。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも環境が大事だ。環境、しかしここで言う環境とテイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。つまり皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿煙火の暗宮がある。え、何天へ届くかのごとし所業とはいかなものでしょう。ご覧ください。これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば、いや、いい景色だな。景かな。リーユエコーの景色の大半を一望できます。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちるそれはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。ブラボー、パチ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 。行幸様が策を練るために用いた考え。ちょっと待って、ねえ、ちょっと待って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 、おじさんちょっと待って、ちょっと待ってって言ってるでしょ。行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を、ちょっと待って、同業者よりも享受できる。ちょっと推しの素晴らしいムービーに言語が話せない。この名前をよく耳にする。
するよな。いや、よく耳にするどころじゃないのよ。話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし。もうそれどころじゃない。情報に殴られすぎてちょっと わけわかんなくなっちゃった。ゲーセン儀式でも一回見たよ。いや、一回見たどころじゃないのよ。ガン見してたのよ、私は。やっと見つけました。え、絶雲の間から帰ってきたもの。どなた。誰だ。うん、パイモン行こう。行こうってどこに。待ってください。そうだよ、私は戦艦軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが。なんだこの可愛い声。私はカウン。カウンちゃん。月海艇の秘書です。ああ、カウンちゃん。あの、お姿は知っていたんですよ。ここで登場するんだね。ここで本格的登場。全員の秘書です。今回は一時的に行幸さんの特使として参りました。ちょっと待ってね。今私行幸さんのさ情報にもうタコ殴りに合ってるんですけど。急に今までさずっと名前しか出てこなかったのに。いえいえ、いいんですよ。私が持ってきたこの手紙は行幸様がテンチュエンとして正式に出された招待状。それってつまりあなたを空中宮殿に招待。うわ、みんなちょっと行幸さんからラブレターもらった。そうです、行幸様はこう言いました。はい、彼女を連れてきなさい。彼女に会うわ。軍玉閣で彼女と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。何が始まっちゃうの。どういうこと。うわっ。こんな急に任務が終わる画面出てきちゃうの。あのカンウっていう使者、うん、理由だけ言ってどっか。すごいぶつ切り感がすごいんだけど。余韻は。リーユ七世から招待状をもらうなんて、うん、ラブレターもらっちゃった。嬉しい。お金持ちと会うんだから。あ、礼儀には気をつけておこう。そうだね、パイモン。なんか企んでるみたいだけど礼儀は大事だな。客人として軍玉閣に招待されるものは確かに多くない。うん、行ってくるといい。ああ、そっか。先生、のことも忘れないで。あの勝利先生、ちょっと軍玉閣ついてきてくれませんかね。敵家衆で落ち合おう。あの礼儀とかちょっとわからないので、私が下手こきそうになったら助けてほしいな。うん。あ、またこのランクを上げて出直してこいっていう画面が出てしまいましたね。35か。いや、ほんと急に終わったな。いや、今回の任務も長かったな。なんかその分終わってしまった後のなんかこの喪失感というか寂しさがすごいねえ、勝利先生。いやー、本当にいっぱい情報で殴られた。カン、暗流の激しいこの数日間、彼女たちの立場は一体どこにあるのだろう。いや、激動の最中でしょうよ、先生。ちょっと待って。これからストーリーどうなるんだろう。なんか怖いな。楽しみだけど。ねえ、先生、ちょっとついてきてくださいよ。私がちょっと下手こきそうになったら、ねえ、監視しといてください、その辺。はい、後取りコメント失礼いたします。動画本編でね、情報に殴られすぎてしまい、私の発言がすごくとっちらかったまま終わったと思うんですよ。それがね、ちょっとなんか消化不良だったので、今回本編と無関係な無双の岩くんをね、倒す映像をお供に締めの挨拶をさせてください。まず、勝利先生とのね、お使い任務。リーユへのね、観光にもなって結構楽しかったんですけど、うん、街のね、顔ぶれと話したり、ね、いろいろ歩き回ったりするのがね、すごく面白かったんですよ。その前にも、仙人たちのスタンプラリーありましたよね。あれもね、楽しかった、なんだかんだ。で、少しさ、その眺めっていうか、もう結構眺めだった分、もう終わっちゃったのかという寂しい気持ち。これ結構原神始めてから私言ってると思うんですけどね、この長めの任務が終わったらちょっと寂しいなっていうやつで、最初は何だろう、最初は本当何をさせられてるんだっていうのが疑問だったんですけど、まあ後々これ本編で回収されていくんでしょうね。そしてタルタリアさんか。タルタリアさん、そうだな、
彼が今後ねどんな悪事を働くのか楽しみですね。あとはカンウちゃんだ。そう、カンウちゃんの登場はあれだけなのか、もう結構短かったから今後も出てくるんですよね、カンウちゃん楽しみだな。で最後に行幸さん、もうリーユエ編が始まって以降ちょくちょくね、もう会いたい会いたい見たい見たいとかね言ってたくせにいざお呼ばれしたら挙動不審になってね、先生までついてきてとか言って萎縮するっていうね、もうオタク丸出しで、もうねマジでね本編中の私気持ち悪かったですね。で皆さん、私はね好きな人とか憧れのね人とかがね前にいたらああなるんですよ、覚えて帰ってください。もういやほんとね、行幸さん、行幸さんというかね、七星が黒なのか白なのかもう不安でいっぱいです。黒だったらどうしようっていうねとにかくまあ今はねもうランク35までね頑張ってあげて、改めてね本編のね任務が受けられるようになってから再度ね挑みたいと思いますよ。それまで次回までお楽しみに。わー。